はい、まず DVD 発売おめでとうございます。ありがとうございます。今作まず何作目ですか？今作は18です。18、おめでとうございます。はい、はい、では撮影の時期と場所をお願いします。これは12月の伊豆です。12月伊豆、はい。なんか伊豆の思い出ありますか？伊豆の思い、地元がすごく近いので。なんですか？そのまま地元帰りたかったなって思ってた気がします。でも帰れなかった。帰れなかった。はい、そんな順当に帰れなかった作品ですけども、はい、どういった作品ですか？これは、里帰りをする設定 で、はい、で地元に好きな男の子がいて、うん、一緒に旅行をする、旅行、地元を一緒に旅行するみたいなストーリーがあります。中でもお気に入りのシーンを挙げていただけますか？お気に入りのシーンはその、あれ、私なんかいつも違うこと言っちゃうんだよな。この温泉のシーンと、はい、温泉の赤い水着のシーンが赤い水着お気に入りって言ったかな。いや、今お気に入りしたとこですよ。温泉はとりあえずお気に入りなんですけど。はい、温泉、そうですね。温泉どういったシーンなんですか？温泉は体を洗ってるシーンです。彼氏と一緒に入るような婚約っていう感じですか？絶対的に。あ、いや、多分一人かな。あ、いや、二人で入ってるかもしれない。あ、見てませんね。そうなんです。もらってないんです。もらってない。もらってないです。すみません。今日の水着のポイントは、普段は紫着ないんですけど、うん、はい、紫をチョイスしました。その場すると簡単に1回目ですか？はい、でフリルが可愛いですね。はい、ポイントです。フリルと紫。はい、はい、マナです。18枚目の DVD ニューキスが3月28日発売になりました。皆さん、こちら大人っぽい作品になってるので、また新たなマナが見れると思います。ぜひ見てください。バイバイ。